エムバーン。エムバーンは、ドイツで開発された、高架式の実機浮上式鉄道である。ドイツのベルリンで1989年から1991年まで運行された。路線長は 1.6km で3駅あり、その中で2駅は新たに建設された。この路線は、ベルリンの壁の建設によって生じた、公共交通網の空白地帯を満たす目的で建設され、 ドイツ再統一によって上長になったことで開業後短期間で廃止された。技術的には一定の水準まで完成していたものの、東西ドイツの再統一という時代の流れに翻弄された路線だった。M ・エム・バーンはバーミンガム・ピープル・ムーバーに次ぐ世界で2番目の常設実用線で上海トランスラピットの前に開業した。建設と運行は マグネット版 GMBH が担った。低速で短距離間の中量軌道輸送を担うために、旧西ドイツで1973年に開発が始まった。1975年には実験船も付設し、その後、トランスラピットの開発にも加わっている。アイグも開発に加わる。1987年、旧西ベルリン市内のと駅の間、 1> 約 1.6km の実用線を建設を開始。1989年から世界で2番目に旅客輸送を始めた運賃無料無人運転。使用された車両は全長 12m で車重約9トン、最大乗車人数は130人。1991年7月に事業認可を得てベルリン交通局に引き渡された。しかし、 ベルリン再開発のため1992年2月に閉鎖され路線も撤去される。この間に運んだ旅客数は約300万人。現在車両はジャーマントラックインクの博物館に保管されている。しかし実用化に向けた開発、売り込みは続いておりのキャンパス内に全周 1.3km の実験線が建設された。日本では 神戸製所が、と技術提携をを行行い、い日本国内ででの売り込みを行っている模様である。模様あベルリン地下鉄の最初の区間はトポツダム広場駅間に高架を含んで建設された。ベルリンの分割後、グライスドライエック駅は西ベルリンだったものの、ポツダム広場駅は東ベルリンとの国境の直下だった。1961年のベルリンの壁構築後は、 両側からの列車は、ポツダム広場の前の駅までだった。1972年頃、同様に西側のポツダム広場までの二駅が、他のユーバーンの路線を確保するために閉鎖された。ポツダム広場へ向かう西ベルリンの地域は、ユーバーンとの接続を必要としており、この需要に応じるために廃止されたグライスドライエックの、プラットホームと北方の国境へ向かう、ユーバーンの軌道を用した、 M バーンが建設された。ポツダム広場に近い場所まで建設されたが、まだそこは、西ベルリンだった。建設工事は1983年に開始され、1984年6月に、南部の区間で最初の試験走行は、無人で実施された。初期の試験は、ブラウンシュバイク近郊のかつてマグネット版、GMBH が使用した軌道が使用され、 ベルリン用に専用に製造された2両が1986年末に納入された。原型車両による商業運行は1987年に開始されたが4月にグライスドライエック駅の火事で2両の中の1両が破壊され、他方は深刻な損害を被った。原型の2両と同じ設計の4両の車両がさらに製造された。複数の開業日が計画されたが決まらず、 1988年12月に、ケンパープラッツでの試験列車が停止に失敗して1、量が地上に落ちて破壊された。運行は1989年8月に開始された。ものの、断続的な運行で保障されず、課金はされなかった。ベルリンの統合的な公共交通機関としての公式の定期的な運行は1991年7月に開始された。この当時、 ベルリンの壁が崩壊して新たな建設が計画された。u バーンの路線を再開業することになり m バーンが不要になった。m バーンを取り除くことでポツダム広場駅から再び容易に移動できるようになった。m バーンの解体は公式開業のわずか2ヶ月後に開始され1992年2月に完成した。グライスドライエックと復活したポツダム広場駅間を接続する u は ベルリン地下鉄2号線の一部になった。路線はおよそ北から南へ、ティーアガルテン公園の端に位置するケンパープラッツ駅から3駅を経由して、現在最も深い位置にあるユーバーンの駅まで接続していた。ケンパープラッツからベルンバーガー通りの新区間は2本の並行した軌道による伏線区間で、ベルンバーガーとクライスドライエック区間の単線区間は、 既存の u バーンの転用だった。m バーンの軌道は、グライスドライエックの単線のプラットフォームへ向かい、標準機の軌道が東側にある。ケンパープラッツとベルンバーガー通りの駅は、m バーンをそれらの間に建設するために解体された。m バーンは全部で8両が運行されたもののすべてが公共サービスに使用されたわけではない。 浮上は強力な永久磁石で85%のみを担う磁気吸引方式。乗客が乗降するたびに車両に加わる荷重が変化するが永久磁石の場合、浮上力を制御するにはこの磁石以外の力で浮上量を変化させる必要がある。M バーンでは軌道に垂直に接する案内車輪により浮上量を変えることで制御している。またこの案内車輪には 荷重の一部も加わるため完全非接触ではない。しかし大部分は磁気浮上力で支えるため磁気浮上式鉄道の範疇に入っている。また推進力はリニア同期モータ方式で得られる。ベルリンでの運行中、エムバーンは自動運転だったが、必要であれば運転士による運転するように設計されていた。ケンパープラッツのちょうど南に存在する交差点では、 伏線が使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。